美しい秋の風景が広がってきたので、今日はちょっと冬が来る前に外で撮影していきたいと思います。皆様おはようございます。エリザベスです。ようこそ私のチャンネルへいらっしゃいました。今日はご質問が来ていたので、その質問に答えていきたいと思います。ポムポムプリンさん、エリザベスさんの動画で香水をつけるとこ、肘関節の内側とありました。私もこの夏は肘関節の内側とお腹にシュッとしていました。そこでお聞きしたいことが、肌寒くなり、これからの季節長袖になります。冬は上下露出しないので香水をつけるとこって気になりますということです。多分こちらの質問、他にも疑問に思っている方がたくさんいらっしゃると思ったので、動画で答えさせていただきますね。今日はティーローズを使いたいと思います。長袖を私が着てると思って想像してください。一番有効な香水のつけ方は首の後ろです。なぜかと言いますと、あなた自身が匂いを少しずつ嗅げると同時に、周りの人はあなたから匂いをふわっと香る体験をすることができます。香水が一番こう効力を発揮するっていうのは、思いがけない時にこう女の子がこう髪をふわっとやった時に、ふわっといい匂いが広がった時に、もう胸キュンするじゃないですか。あ、めっちゃいい香りって、この人素敵って思うじゃないですか。男性もそうですよね。こうその男性の後ろを歩いてた時にいい香りが流れてくると、わお、この男性素敵じゃないのって思うじゃないですか。私は思うんですけれどもそういうキュンと夢中になってもらう香りのつけ方、さりげなくて効果抜群、自然体なつけ方は首の後ろです。男性なら歩いている時にこう線路みたいに残り湯が流れていくような効果が発揮できますので、ぜひ首の後ろにかけてみてください。お、こんな感じです。ティーローズはまあ結構強いんですが、あまり強くない香水、ジョーマローンが典型的ですね。その香水をつけるときはもう首の後ろだけじゃ足りない足りないので、お洋服につけます。あんまり私香水つけてますっていうアピールをしたくないときは、長袖でも肘関節の 内側につけるのはいいと思います。だけれども、いい香りを常にさせていたい、衣類でカバーされたくないっていうときはこんな感じです。鎖骨の上にはシュッシュってありましたが、これは洋服でも同じことです。洋服の鎖骨の上、ここら辺にシュッシュって、あなたの香水の強さに合わせて回数も変化させてみてください。お洋服につける注意点としては、例えばこの香水もその典型例ですよね。この黄色い液体を真っ白な美しいお洋服につけたらシミになります。まあつけたことないんですけどね、つけたらなんかシミになりそうじゃないですか。たまにそういう香水があるので、そこら辺はちょっと考えてみてください。お洋服に香水をつける長所としては、長持ちします。そう、体温でわーって息飛ばないので、お洋服につけることによってさらに長くふわっと香りを持続させることができます。西洋圏に行くと、今はちょっとウイルスの影響であんまりできないんですけれども、ハグとかキスとかそういう挨拶の仕方がありますので、もう首、顔ら辺の周りはもう結構いい匂いさせた方がいいです。この3点はしっかりやっててください。膝関節の内側もぜひ使ってください。歩いて行った時に座ってる人、駅の構内とかで、ベンチって日本駅だったっけ、こう座ってる人、低い位置にいる人もあなたの香りをエンジョイすることができますので、足の膝関節の後ろにもぜひつけてみてください。体はもう 前に動画を作りましたので、参考にしてみてくださいこれでアンサーになったでしょうか。今日はここまでです。何か他にも質問があればどしどしお待ちしています。チャンネル登録といいね、そしてコメントをよろしく。それでは皆さん、楽しいハロウィンをお過ごしください。ハッピーハロウィン、 Have a wonderful day. See you next time. Bye. 香水の、お、お、鷹が飛んでいきました